お待たせいたしました。本日はサンシャインシティへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。あ、恐れ入ります。ありがとうございます。早い時間からお待ちくださっていた皆さんもいらっしゃいましてありがとうございます。私本日の司会を務めます文化放送アナウンサーの石川真希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日はこちらアルパ B1 噴水広場におきまして5時30分からもう、4分ぐらいですよ、サンシャインシティと文化放送レコメンのコラボイベント SSS サンシャインストリートステージを行います。上の階でご覧の皆様もよろしかったらどうぞ B1 まで降りてきていただいてご一緒にご覧いただければと思います。それでは皆様声援よろしくお願いいたしますね。サンシャインストリートステージスタートです。トップバッターは前田ゆかりさんです。どうぞ。どうも皆さんこんばんは、前田ゆかりです。今日はサンシャインストリートステージと文化放送レコメンのコラボイベントということで盛り上がっていきますよ。上の方の皆さんもどうぞよろしくお願いします。では1曲目新しい方聴いていただきたいと思います。ワンツーワンツーワンツー。探し探し
てくる遠い日の空、いつの日か君の癖が僕の中に染み込んでて、誰かまた愛しても残る池袋サンシャインシティに歌いに来ました。いやー、サンシャインシティといえばですね、もう埼玉っ子の私からするとね、もう遊びに行くとしたら大宮か池袋かみたいなところがありますんでね、今日は本当に楽しみにしていました。よかったら名前だけでも前田ゆかりです、覚えて帰っていただければなと思います。あちらのね、こちらの柱の裏のところにね、フライヤーもありますので、ぜひぜひもらって帰っていただければなと思います。いやー、楽しいですね。 ありがとうございます。前田ゆかりですね、ツイッター、フェイスブックやいろいろやってまして、よかったらそちらもフォローしていただけると嬉しいです。あっという間で前田ゆかり次の曲でもうカミカミですよ、もう次の曲で最後になります。ありがとうございます。ちょっと強制的にね、半ばありがとうございます。まだね、実は前田から報告がありまして、11月の22日に、レコ発ワンマンライブがあります。よかったらそちらの方にも遊びに来ていただければなと思います。 ありがとうございます。ラストは、盛り上がっていきたいなと思いますので、初めましての方がたくさんいらっしゃるかと思いますが、
次バレンタインデーと曲をね季節外れながら歌いたいと思うんですけど、この曲サビの前にオーベイベというフレーズがあります。よかったらこう皆さん必ず強制的に声出していただければなと思います。では本当に本日はありがとうございました。前田ゆかり名前覚えて帰ってください。というわけでラストバレンタインデー聴いてください。言葉足りずな私だけど
がとうございます。前田ゆかりでした。ありがとうございます。前田ゆかりさんでした。ありがとうございました。とっても元気いっぱいで、途中はこうメロディアスな曲もありまして楽しませていただきました。少しお話ししてもいいですか。今日トップバッターということで、もう皆さん盛り上げていただきました、はい、いかがでしたか。いやー、すごい皆さんとても温かくて、初めましての方もいらっしゃったと思うんですけど、本当に楽しいステージにできてよかったと思います。ありがとうございます。皆さん温かい、あの途中で、はい、あの声がなかなか届いてないというふうに一瞬思ったかもしれませんけど、皆さん一人一人口元でこう合わせていらっしゃるの、私横で拝見してましたのでね。この短時間で皆さんあのリズムに合わせて口ずさんでいらっしゃいました、はい、前田ゆかりさんは2007年からアコースティックギターの弾き語りによるソロ活動を始められたということで、はい、先ほどご自身からもお話ありましたけれども、はい、ソーシャルネットワークこうサービスというのを利用して、はい、動画を、ね、皆さんにご覧いただいて、はい、で実際ライブに足を運んでいただいているというそういう流れをお作りになっているようなんですけれども、はい、あの実際こう SNS で皆さんにご覧いただいた後にライブに行くと、はいはい、何か反応っていうのはあるものですか。やっぱりですね、日頃からそうやってあの配信でも先ほどの最後歌ったバレンタインデーとかを弾き語りしたりして、画面越しなんで声は聞こえないですけど、みんなツイートしてくれたりして、そこで練習のようにできているので、いざライブになるともうその配信始める前よりはるかに声が出てるというか、みんな声出してくれるようになったので、はい、そういう部分では配信からライブに来てくださる方で変わったかなと思います。はい、今日初めましての皆さんも前田ゆかりさんでお名前をねぜひ覚えていただいて、はい、お名前で検索していただくといろいろなその SNS ヒットする形になっていますので、ね、はい、ご覧いただいて応援をよろしくお願いいたします。お願いします。サンシャインストリートステージトップバッター務めていただきました前田ゆかりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは続いてのライブ、足立奈々さんです。どうぞ。こんにちは、足立奈々です。よろしくお願いします。1曲目聴いてください。好きだと言って。
とうございます。改めましてこんにちは、こんばんはですかね、足立奈々です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私はですね、先月ぐらいにあるアーティストさんのイベントでこちらに見に行かせていただいてですね、ちょうどあの辺で見てたんですけど、このこっちの側のステージに立てるのはすごく光栄なことで、ありがとうございます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。そしてですね、私足立奈々という名前ですね、6ではなくて7なので、ぜひ覚えていただければ嬉しいです。そちらにフライヤーを置かせていただいているので、ちょっとこっちサイズの B5 サイズのやつなんですけど、できれば手に取っていただいて、あわよくはツイッターをフォローしていただけると嬉しいのでお願いいたします。ありがとうございます。あ、チューニングするのを、はい、どうですか皆さん。私は緊張しているんですけど、楽しんでいただけてますでしょうか。ありがとうございます。この後もたくさん素敵なアーティストさんたちがたくさん出るので最後まで立ち止まっていただけると喜びます。はい、それでは皆さんに一つだけお願いがあるんですけど、手拍子をしていただけると嬉しいです。お願いします。夏の曲です。聴いてください、ひまわり。歩き出せばいい。
ます。楽しいですね。いや、普段あまりこういった大きなところでやらせていただくことはなくてですね、すごいですね。上にも人がいるってすごいですね。ありがとうございます。足立奈々をよろしくお願いいたします。はい、最後の曲となってしまいました。ちょっと待ってくださいね。最後の曲となってしまいました。皆さん、足立奈々と6じゃない7を覚えていただければ嬉しいです。最後の曲です。聴いてください。一人じゃないから。私の
千奈々さんでした。ありがとうございました。終わったところで、では少しお話伺っていただきます。こちらまで少し来ていただいてよろしいですか。あのマイクは持たなくて大丈夫です。はい、このままで少し前で皆さんにお顔を見ていただきましょうね。あの千奈々さんのこう舞台袖からギターをこう大きなギターを抱えてね、あのケーブルにちょっと引っかかりそうになりながら出てくるところから、もうねたまらなくてお姉さんも応援したい気持ちになりました。あのね、ご覧の皆さんの中でも、あの奈々ちゃん守ってあげたいようなね気分で応援しながらご覧になってた方多いと思いますね。いらっしゃいますよね。奈々さんご自身は今日歌っていてどんな気分でした？緊張、最初は出てくる時からもう緊張が、心臓が飛び出しそうだったんですけど、皆さん温かかったのでもうすごく楽しんでできました。ありがとうございました。よかったです。足立奈々さん19歳、はい、あのとっても初々しくって、ご自身でも途中で楽しいですねっていう感想がこぼれていましたように、あの歌に声にとってもその楽しいっていう気持ちが乗ってるなと思って私も聞かせていただきました。あの今はご自身では自分のことどんな性格だと思います？抜けてると人からすごくよく言われるので、抜けてるのかなと思っております。はい、例えばどんなところが？そうですね、なんか話してて急にふとスイッチが止まっちゃって無言になっちゃったりとか、自分はそんなつもりないんですけど、結構なんかそうですね、スイッチがおかしなところにあって変なところで笑っちゃったりとか、そうですね、抜けてると思います。でもこう独特のその間合いも含めてね、なんか一緒に皆さんと一緒にこう作り上げるライブというようなイメージがありまして、それがまたこう奈々さんのオリジナリティなのかなと思いました。あの近いところではまたね、皆さんにライブですとかご覧いただく機会あると思います。皆さんにぜひ今日は足立奈々さんというお名前を覚えていっていただいて、でツイッターはどういうアカウントでしたっけ？アットの後に足立奈々ADACHINANA でアンダーバーを入れていただければ、はい、足立奈々という名前で出てきますのでフォローしてください。はい、お名前で検索していただいてツイッターって一緒に入れていただくとね出てきますよね。そうですね、はい、アイコンごと出てきますのでぜひフォローしていただけるといい、嬉しいです。はい、ありがとうございます。そしてアクセスしていただきますと、梅干しとポン酢が大好物っていうねプロフィールも出てきたりっていう、このあのとてもこうファンシーなメルヘンな感じの風貌とはまた違った渋好みっていうのも垣間見られますのでね、日常と合わせて楽曲もぜひ足立奈々さん応援していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。足立奈々さんでした。ありがとうございました。ここまで前田ゆかりさん、足立奈々さんとご覧いただきました。途中からご覧の皆さんもいらっしゃると思います。今日はこちらアルパ B1 噴水広場におきまして、サンシャインシティと文化放送レコメンのコラボイベント SSS サンシャインストリートステージと題しまして、文化放送のホームページからご応募いただきましたアーティストの皆様によりますライブをお送りしております。続いて3組目のアーティストのご登場となります。どうぞ皆さん迎える準備はできておりますでしょうか。ご紹介いたします。松本七海さんです。どうぞ。はじめまして、こんにちはじゃないか、もうこんばんはですかね。こんばんは、松本七海と言います。 ありがとうございます。短い時間ですけれども心を込めて歌っていきたいと思います。ぜひぜひお時間ある限りぜひ聞いていただけたらと思います。では早速1曲目はですね、タイムという曲を歌いたいと思います。では聴いてください。消えそうな地図を片手に
という曲を歌わさせていただきました。初めましての方が、とても多いかと思いますので、軽く自己紹介をさせていただきたいと思います。私はですね、いつも、ピアノで弾き語りでシンガーソングライターで、いろんなところで活動しています。松本奈々美と言います。今日はですね、サンシャインシティに、こんな素敵な、ね、風船じゃない噴水もわーっていうところで、初めてこちらの場所で歌わさせていただきます。たくさんの、ね、お客さんがいてすっごい緊張してて、裏であお腹痛くなってきたって、お腹さすってたら、さすってた方がなんか出そうじゃないってスタッフの人に言われて、あそうかっていう感じで、ちょっと今なんか緊張してるんですけど、ね、楽しみで来たので楽しんでいきたいと思います。次の曲はですね、私岡山県出身なんですけれども、岡山から、上京してきて何年も経つんですけれども、次の曲は、その実家にいた時、岡山にいた時のことを思って、書いた曲です。大きな愛という曲を歌いたいと思うんですけれども、こっち東京に出てきて、実家では感じられない寂しさだったり、なんか悔しい気持ちだったり、たくさん感じまして、一人暮らしを、まあ、出てきてやってたんですけど、実家にいた時には実家でね、すごいお母さんとかお父さんとか、まあ優しくというか、いろんなことをやってくれてたんですけど、やっぱ当時実家にいる時は当たり前に感じてしまって、もういやってもう反抗期だった頃もあったりもして、でも離れて、とても気づいたことが多くて、それと同時に寂しいっていうことを岡山に行った時には全く感じてなかった気持ちが、なんでこんなに一人になると寂しいんだろうなって感じることが多くて、なんでだろうなんでだろうっていつも考えてたんですけど、
なんか、まあ、家族もそうですけど友達だったりそういう温かい楽しい温かい気持ちを幸せな気持ちを知ってるから一人っていうのがとても寂しいだなって感じれるんだなと思って、なんか人間の寂しさっていう感情はとっても幸せなことなんじゃないのかなって、そんなことも思ったんですけれども、そんな思いを込めてこの曲を作りました。では聴いてください。大きな愛、涙へと語る
がとうございます。早いものであっという間で、次の曲で、私松本七海の曲は最後の曲になるんですけれども、ありがとうございますふらふらした、ごめんなさい。ありがとうございます。嬉しいです。次の曲はですね、時間をコンセプトに書いた曲です。本当にライブをやっててとても思うんですけど、楽しい時間は本当にあっという間で、どん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 もうね7月にもなるし、早いなーって日に日に年々年を取るたびに早く感じます。もうあっという間におばあちゃんになるのかななんて思う時もよくあるんですけども、でも毎日当たり前の毎日ではないんですけど、やっぱ夜寝て朝起きて今日も仕事頑張ろうとか、そういう毎日の繰り返しが、私にもあって皆さんにもあると思うんですけれども、そんな毎日の繰り返しだからこそ、こう今っていう時をすっごいワクワクしたりドキドキしたり、ね、心をいろいろ心のこうバロメーターというか、こう下がったり上がったりをいろいろ刺激してあげて、そうすると本当に楽しいことも悲しいこともなんか幸せに時が過ぎたら感じたりとかして、なんかそういう風に毎日楽しんで生きていけたらなって、いつも思ってます。私にとって楽しみは本当にこういうライブをすることが一番の楽しみだったりするんですけれども、なので、また皆さんに会えるように、いっぱい曲を作って頑張っていきたいと思います。ぜひ、今後またどこかでお会いしたらよろしくお願いします。あと向こうにチラシがフライヤーが置いてありますので、よかったら帰りに取って帰っていただけたらと思います。そんな感じで、最後はミオという曲を歌って終わりにしたいと思います。皆様の大切なお時間を一緒に過ごしていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。では聴いてください、ミオ。よかったら聴いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございました。松本ななみでした。どうもありがとうございました。松本ななみさんでした。ありがとうございました。本当上の階まで大勢の皆さんありがとうございます。ななみさん、少しこちらでお話を伺わせてください。今日のライブいかがでしたか？とっても楽しくて、皆さんが笑顔をくれたので嬉しかったです。嬉しかった。なんか感想みたいになっちゃったんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ななみさんの笑顔が弾けてるので、それにこう皆さんついつい引き込まれていったんだと思いますけれども、歌ってらしてもこう一人一人の目を見ながら言葉とメロディー届けてらっしゃいましたよね。届いていてくれたら嬉しいです。はい、温かいお客さん、ななみさんは岡山ご出身でいらっしゃると伺っておりまして、以前舞台で女優さんとしてのご出演経験もあるそうなんですけれども、どんな役だったんですか、その時は。あれ、どこからそんな情報が。あれ、あ、ですか。そうです、かなり前ミュージカルに少し出てただけなんで、その女優さんとかそんな、はい。演技を舞台でされる表現と歌を通じて皆さんにその言葉、思いを届ける表現方法というのは何か違うものですか？一緒っていう感じでね、言われると思うんですけど、私が演技がものすごい下手だったんで別物だと信じたいです。なんか演技下手だと、ね、歌も伝わらないってこうな、ね、別物なのかなって私は信じていこうかな。あ、なるほどとかじゃないですか。いろいろこうやってみたことによってね、ご自身のその今のこう楽曲っていうのに表現されていくようになったのかなと思います。今日もね、オーケストレーションも交えた、キーボードの弾き語りで披露していただきました。またね、皆さんいろんなところでライブですとかご覧になる機会あると思います。今日お集まりの皆さんにもう一言いただけますか？はい、本当に今日はありがとうございました。またツイッターとかブログとかもやってますので、よかったら検索してみてくれると嬉しいです。はい、ひらがなで松本ななみと書きます。よろしくお願いします。松本ななみさんでした。ありがとうございました。続いて4組目のアーティストのご登場ということになります。本日ご出演いただいた皆さんは、はい、調整していただいておりますね。はい、文化放送のホームページからご応募いただきましたアーティストの皆さんにこちらでライブを披露していただいているんですね。サンシャインストリートステージ、続いてのライブは竹村あさみさんです。どうぞ。皆さんこんばんは、竹村あさみです。今日はちょっとでも皆さんと素敵な時間を過ごしたいと思っています。どうぞ最後まで楽しんでいてください。していたの、元気の強いあなたを知って
Thank you.
か。ええー、な、羨ましい。ありがとうございます。自己紹介します。武士の部に村と書いて竹村と言います。はじめまして。麻婆豆腐の間に実の実と書いて浅見と言います。綺麗ですね。本当に今日私徳島出身なんですけどね、こうやって東京でね、この池袋というところで歌えるのが本当に嬉しくて、そしてこうやってね、こうおしゃれな皆さんにイケメン美女揃いのこの広場で歌えるこの喜びをぜひ皆さんに本当に伝えたくて今必死です。本当にありがとうございます。もしよかったらぜひ名前だけでも覚えて帰ってほしいし、後ろにチラシもあります。なのでチラシ無料です。どうぞ持って帰ってください、ね、持って帰ってやっぱいらんかったわって言うんだったら本当に一回落書きした後捨ててください、ね、そんな感じで、ね、皆さんと楽しい時間を過ごしたいと思います。でも残念ながら時間は限りがありまして、本当に竹村すみ次の曲で最後なんですけど、ね、せっかくね私はこういうライブをしてて、こうやって皆さんと会える時間を本当に奇跡のように思っています。この皆さんがいるおかげで私は歌えてるって本当に思っています。でそんな奇跡のようなこの出会いをした皆さんに最後にお送りしたい曲が私の大親友のために作った曲です。その子は本当に小さい頃からの幼馴染で、いつも明るくていつも笑顔で、でたわいもない話をね4時間も5時間もするわけです。で私がへこんでたら慰めてくれるし、私が愚痴を言ってたらすごい叱ってくれるんです。でもその子は一切私に弱音を吐いたことがないんです。いつも笑顔であんちゃんって迎えてくれます。でね、その子とある日突然連絡が取れなくなりました。どうしたんやろなって周りの友達とみんなで言い合って、何が起きたんやろ、携帯つながれへん、どうしたんやろって。でやっとつながったのが実家の電話だったんです。でもその子は出ませんでした。ご両親が出ました。お母さんです。お母さんがね、泣きながら、ごめんね、今あの子大きい病気して入院しとるんよ、ほんまごめんな、ごめんなって何度も泣きながら謝りました。で、その子からね、連絡が来るまで私は待とうと思って待ちました。ずっとずっと待ちました。で、やっと会えたんです。で、やっと会えた時すごいげっそりしてました。すごいゲストにしてて、もう辛いんだろうなっていうのが目で見てわかるぐらい辛そうでした。でもその子はいつもと同じ笑顔であんちゃんって言ってくれるんです。でもその子はね、私に一切弱音を吐いたことがなかったんですけど、その日初めて私に弱音を吐いたんです。あんちゃん、もう私な、この世で生きてる意味がないんよ、もう死にたい。すごくショックでした。この子のために私何ができるんだろうってすごい考えました。私には音楽しかない、何もできん、でも音楽があるってその時気づいて、この子のために曲を作ろうと思いました。この子が病気で苦しんでいる時、孤独で苦しんでいる時、病気に負けてしまいそうな時、この子を支える曲を作ろうと思いました。で、もしこの中できっと病気患っている方もいらっしゃると思います。目では見えない病気を患っている方もいらっしゃると思います。それだけじゃなく、毎日の学校生活がしんどい、仕事での人間関係がしんどい、家に帰ったらもう落ち込んでばかりだっていう方きっといらっしゃると思います。きっと皆さんの中に目でもう見た目で分からなくても心に秘めているものがあると思います。もしそんな方いらっしゃいましたら、次の曲を皆さんの親友のように思ってもらいたいと思っています。私がこの場で皆さんの前で歌えるように、皆さんがいて私が歌えるように、皆さんはこの曲でどうか心を緩めてほしいなって思います。では皆さんにこの曲が届きますように、私がいるよ聴いてください。街の中で
Thank you.
竹村あさみさんでした。ありがとうございました。とってもパワフルなお声をの持ち主でいらっしゃいますね。それではあさみさん、こちらで少しお話を伺わせていただきますね。はい、はい、では、マイクはスタッフの方にお渡しした方がよろしいようですね。はい、よろしくお願いいたします。あさみさんとこうビール乾杯したいなと思った方多いんじゃないかなと思いますけれども、すぐにこう友達になってしまうタイプじゃないですか。乾杯しましょう。待ってます。はい、あさみさんは普段は、徳島ご出身地とそれから大阪広島などで活動されているということなんですけれども、いつもこう地元などでライブされる時も今日のような雰囲気で盛り上げてくださるんですか。そうですね、まあ、ピアノの弾き語りの時もあるんですけど、だいたい喋りがこれなんでこんな感じです。とってもいいですよね。元気になれますよね。で、竹村あさみさんというお名前を今日もしかしたら初めてお聞きになった方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私文化放送のアナウンサーをしておりまして、もしできることならば一つリクエストをしたいのですが、皆さんにも生で聞いていただきたいなという思いがありまして、この振りで分かっていただけるかと思うのですが、文化放送の夕方平日放送しております午後3時半から5時50分までの吉田照美飛べサルバドールという番組の中で、ジングルと私たち業界用語では呼ばせていただいているのですが、例えばコーナーとコーナーの間ですとか CM に行く時ですとか、短い曲が流れるんですよね。あちらにこうタイトルですとかコーナーなどこう名前を載せて短いフレーズが流れるっていうものがありまして、あちらをあさみさんのお声で皆さんに聞いていただいているということで、もしよろしければこちらで今再現を一部していただくなんていうことはいかがでございました。急な、ね、お願いで、私本当聞いてみたいなっていう、そのただ率直な好奇心のだけなんですけれども、マイクを渡します。テーマソングとかでもいいですか。じゃあテーマソングでいいですか。よかったら手拍子で私を支えていただけますかね。いいですか。ありがとうございます。文化放送吉田照美飛べサルバトールって言います。素晴らしいです。このお声なんです。まだねラジオ番組もお気になったことないという方いらっしゃいましたら、ぜひ平日の午後3時半です、3時半少し過ぎたところであさみさんのこのオープニングタイトルで流れてきますので、聞いていただければ嬉しいです。あさみさん、急なお願いにお答えいただいてありがとうございます。とんでもないです。本当にね、よかったら聞いてみてください。あさみさんはとってもこうしっとりしたメロディーラインとそれからポップなものと両方届けてくださっていますけれども、お友達のことそれから日々日頃大切にしてらっしゃることをいろいろこう、思いを込めて曲を作ってらっしゃるようですね。どんなふうに日頃は曲を作ってらっしゃるかというのを、その作業というか手順というか教えていただけますか。手順は本当に最近はきっと私が落ち込んでたりとかする感情っていうのは皆さんも持ってたりする感情なのかなと思って、まず何を言いたいのかなっていうのをまず考えてから曲を作るようにしています。皆さんと共有するために歌いたいと思っているので、ね、そんな感じで、あとはもうなすがままにやってます。なんか面白いことが言えない。いえ、もう胸いっぱいです。今日も本当に少しお聞き苦しい音が出てしまいました。失礼いたしました。そう、あさみさんにこの朗らかなお声でいろいろなメッセージをこれからも届けていただいて、それを私たち聞かせていただきたいなと思います。今日皆さんのお名前を覚えていただいて、また SNS ね、Twitter ですとかも検索していただきますと展開していらっしゃいますので、どうぞあさみさん、ではよろしくお願いいたします。もう一声ではアピールお願いいたします。武士の武に村と書いて竹村です。麻婆豆腐の前に実るの実と書いてあさみと言います。麻婆豆腐を食べるために覚え出してください。そして後ろにチラシもあります。よかったら持って帰ってください。今日は本当にありがとうございました。ここでご案内ですが、ユーストリームをご覧の皆様は番組の配信がこの時間をもって終了ということになります。お付き合いいただきましてありがとうございました。どうぞご了承くださいませ。